嵐の松本潤四十が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜あ後8 0零は三日、第三十四話が放送され、謎に包み、出た、家臣団のよう、石川和正の出本、天正十三年、五百八十五年、真相が描かれた。初回、一月八日から、和正役を講演、できた俳優の松重豊、60、 は、この回をもって退場、曲を通じて2500字以上のコメントを寄せ、1年以上、渡った撮影を振り返った。以下、ネタバレ U、ガルハイ、コンフィデンスマン JP シリーズ、どの古澤良太氏が、オリジナル脚本を手掛け、大河ドラマ62作目、弱小国、三河の主は、いかに、で、戦国の世を生き抜き、天下統一を成し遂げ、のか、 江戸幕府初代将軍を単独主役にした王は1983年、徳川家康以来、実に40年ぶり。令和版や令とした新たな家康像を描く。古沢氏は王、脚本初挑戦。松本は大河初主演となる。第34話は、真の花嫁。打倒、豊臣秀吉、室津吉吉家、はずの石川和正、松重豊が、 豊臣方に出奔し、徳、家中に衝撃が走る。敵に手の内を知られたも、さとなり、徳川家康、松本淳は追い詰められる。未有の大地震、天正地震が発生。両軍、民の旧、が、先決となる。秀吉は、妹の朝日、山田魔法家康、正室にし、さらに老いた母まで人質に差し出し、上落を迫る。屈服か、全面対決か。 家康は究極の二を迫られるという展開。和政が残した木箱の二、瀬名、有村霞の押し花。お愛の方、広瀬ありは、今は亡き、あの場所、月山を、数世伝はここに、じっこめたのではありませんか。いつも、月山に、を合わせておられたのではありませんか。家は押し花を手に取り、和政を思うと、涙が込み、下駄。家康は、 上落を決断。わしは、天下を取る子を、諦めてもよいか。和政のせいじゃ、ただずうじゃ、和政が裏切ったから、やむを得ん、安政のせいで、わしらは戦えなくなった。攻めるな、数勢である、忠字、和政のせいじゃ。殿は悪くな、直政、すべて和政じゃ。裏切り者目、元ただ、数正の、わけ、安政、和政のアホたわけ。 ただかつ、あほたわけ、やすし、一同が涙にくれた。大阪、かずまさの屋敷、なべ、木村、こうは、まことに、とのが、お好きでございますな。かずまさは、かこいに聞かれぬよう、しー、あほたわけ、水入ら、の夫婦は笑いあった。家康とか診断について、初は、小さな会社だった、徳川商店。 今川家の人、時代から家康を支えている古参の家臣たち、平八郎、小平太、直政のような若いメンバーも加わってきました。小さな会社がじわじわ大きくなり、運よくどこにも飲み込まれず、何か、ここまでやってきた。家康は本当に、運外、なと思います。演じる上でも、家臣団内の位置、係、上下関係、人間関係を、 僕らが生きている弦に落とし込み、もし徳川商店に勤めていたら、リアルに考えていました。大河ドラマといえ、決して昔話ではないと思うんです。社会の在、方も変わり、僕らがここ20から30年の間に経験して通り前と思っていたことが、すでに当たり前では、くなっている。まして1600年前後には、さらに大きな乾きがあったでしょうし、それに、 どう対応し、行くか、どうすれば生き残れるかというのは、さに現代を生きる僕らも突きつけられている現実だと思います。大河ドラマを見て、俺た、の会社のことを言ってるかもしれないと思え、たり、時代は違えど、身につまされる思いになったり、そういう視点でご覧いただくことも出るのかなと思っています。そう考えていくと、34で描かれた出本に関しても、 和ズにとっては、折で働くことの葛藤や難しさがあったのだ。うと、小牧長久手の戦いで勝利はしたものの、他のは偶然と捉えていたのは、家臣団の中、数世だけだったのかもしれません。天下を得、戦国大名がどれだけ海外と交流し、どれだけ武器を手に入れ、どれだけ強大な勢力にな、いるか。現実を見極める力が、家臣団にはまだ、れほどなかったのかもしれません。 だからこ、いろいろなことに気づく目を持っていた和ズは、苦、さやかっをも抱えていただろうと想像しまし。